昨日と同じような時間帯から今日も急に風が強くなってきました競争水面です風向きとしてはスタートライン上追い風が続いていますだいぶ天地の時間帯とは水面状況変わりました潮が高くなってきた時間帯で少し波立つ水面状況となっていますその中2つ目の準優勝戦となります11レースの開始です 6選手2マーク品固まっていますスタートまで1分を切っていますがまだ確定バックストレッチ側ある程度この風を計算に入れなくてはいけませんコースです1コースへ向かいます1番の佐竹恒彦ここまで連日の勝ち星3勝をマークして予選突破果たしました2位の勝ち上がり1コースに1番佐竹この水面でスタート力どう生きるか2コースが2番の室田康文そして 3番の永井正美が3コース、前場所はオールレディース優勝シリーズ後半、上り調子4コース、角位置前半まくり出して勝ちました4番、大場元明5コース、A 番ただ一人は5番の鈴木宏が5コース6コース、この位置でスタート力がどう生きるでしょうか地元・下関の坂枝雅彦追い風強めのスタートライン上と変わりました11レース、新入隊系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。

った3番長い届きません、ここは2番手抜け出した2番の室田、ホームステレッジでは2、3番手、差は三定心、上位3定1番、2番、3番です、この後ろは4定心と差がつきました、4番の大場、そして6番の坂枝、最後方5番の鈴木が水槽2周目1幕、2番手打ち合わせにいった3番長いでしたが、2番、室田、振り切っています、2番手、守ります、上位の3人変わりません、2、3番手、差は三定心半ぐらい、少し広がりました。 先頭1番の佐竹2番手が2番の室田3番手は3番長いで2周2マークの旋回ですその後ろから4番大場ですがここは届きません振り切ったのは3番長い3番手上位3手1番2番3番ですこの3人だいぶ縦に長い間隔となってきました先頭いきます1番の佐竹リードは御停止以上2番手水槽に2番の室田 バタつきながらもここは2番手キープ3番手も3番長いで変わりません最後のバックテレッジに移りました難しい水面状況でしたがインを押し切りました1番の佐竹が先頭そしてこの水面でもスタートを攻めました2番室田2番手惜しくも3番手は3番長いで最終ターンマークの旋回です2連単は1番2番2.9倍ノッツ3連単1番2番3番6.9倍です先頭1番佐竹強輪 2番、室田五輪3番、永井五輪4番、大場五輪6番、坂田五輪5番、鈴木五輪。